トミツがね、まあ、文字起こしってほどじゃないんですけど、まとめてきました。あのーまあ、かなり買いつまんでる内容になるんで、えー、全部見た上で、まあ、これ見てほしいんですけど、まあ、ちょっと見ていきますね。えー、まず、ユタボンくんがね、こういうこと言ってたんですよ。俺は不登校の子と会っているんだって、ちゃんと YouTube とかで喋ってるということでね、まあ、今回のクラファンの目的である不登校の子たちと全然会ってねえじゃねえかよっていうね、ネットの批判に対してこういうふうに、ね、言ってたんですよ、ユタボンくんが。そしたら、これこれさんがね、不登校との写真を モザイクかけて投稿すれば証拠になるよとということで証拠がないと今のネットのね、えー、世の中じゃ誰も信じてくれないよっていうことを教えてあげるんですよじゃあ何かね、えー、証拠とかないのっていう話になってるわけですでユタボンくんがねそれやったんですけど特定されてましたということでユタボンくんは今までにね不登校のことはあってそれをあのモザイクかけて何か ですよでもそれじゃあ特定されたから、えー、まあダメだっていうことでもうやらないようにしてるんですっていうことを言ってるんですけどユタボンくんのツイートで不投稿の子がモザイクかかかったた状態で投稿されりりとかありましたか、まあツイッターじゃないのかもしれないですけどえっ、ー、って思ったんですけどね全然写真にモザイクをかけて不登校の子たちと会ったよっていう投稿したのって本光の中では記憶にないんですよね。 もうこれ本道に記憶ないだけなのかもし違ってたらぜひねコメント欄で教えてほしいんですけどそんなことやってたユタボンくんって気がするんですよねうんねあこれちなみになんですけどコレコレさんってそこまであのユタボンくんのことをねずっと見てた人じゃないんでいろいろ情報を集めてくれてはいると思うんですけどそこら辺むちゃくちゃ細かいことは知らないっていうのがねまず第一前提なんですよねコレコレさんがコレコレさんが写真はあるんですかってその一緒に撮った写真不登校の子たちと撮った写真はあるんですかって聞いたらユタボン君は 記念でも写真はダメって言われてるんだーって言い始めるんですよね。えちょ、ちょ、待って。どういうこと記念でもダメって言われてんのなのにえ、モザイクをかけて投稿したらダメだったって、え矛盾してないか記念でもダメって言われるなら、そもそも写真がないはずなんですよ。何言ってんのユタボンくん。まあもちろん、あの一応ユタボンくん的にはね、35人と出会ったって言ってるんで、不登校の子たちはねあの。いろんなケースバイケースがあるとは思うんですけど、言ってることごちゃごちゃなんですよ。 うんだまあ、とにかく今は、えー、記念でも写真は撮るなって言われてるんだっていうことを言ってるんですよね。な謎なんですよ、まあ、言ってることが。で、えー、これこれさんはかいあ、感謝の手紙もらうとかどうっていうことで、証拠として感謝の手紙をもらって、それをアップすればいいんじゃないって、もとめずもこの提案になるほどねって思ったんですけど、確かにこれなら誰かって特定もされないし、えー、しっかりと証拠になると。 思うんですよね自分が一人で書いてたらすぐバレるしね。そして最終的にユタボンは聞いてみます。多分無理ですけどとかって言い始めるんですよ。なんじゃそれって。<laughs> まあとにかくですね、ユタボンんはこの35人の不登校の子たちとの証拠は一切ないけどあったんだってとにかく言い張るんですよ。うん。あ写真も撮らせてもらえないとかっていう状況らしいんですよね。あっちからしたら、まあ、お金払ったりとかして、まあ、来てもらってるんだから記念写真ぐらいはあると思うんですけどね。まああっちのお母さんの 方に残ってるとかっていう話もしてるんですけどちょっとよくわかんないんですよ。 ここら辺怪しいなーって感じが元光はしちゃいましたね。で、えー、ちょっとそこら辺で話がね、ちょっと変わってですね、ここら辺の話になるんですよ。居酒屋で PayPay 個人活動の件ということでね、まあいろいろ疑惑ありましたよね。まあいちいち説明する必要はないとは思うんですけど、ユタボン君がその件について話をして、ユタボン、そのお店でイベントとしてやってたということで、PayPay ペイペイにね、支援してっていう活動はしてたと言ってるんですよね。で、これこれさね、PayPay ペイペイ今凍結になってますよねって聞いた ユダモン君は「はいそうですね」って。 言ったんで、すよねでその後こコレコレさんがね、ペイペイの規約違反なんですよ、それってっていう風にね、まあ、元日も動画でいろいろお話してきましたけど、ペイペイでまで、あ、他人の、えー、ところに送金する、お金を送金するっていうのは、不特定多数のことではやっちゃダメなんですよっていう話があったんですよ。要するに、あくまでペイペイの送金っていうのは、あの知ってる人同士でやってくださいねっていう話ですね。まあ、それが規約なんですよ。その規約違反になりますよっっててていうことを、えー、これこれさんは言,ってて、えー言うと 君はねね支援とと募金っってて違うう思んですよなんか全く話がねずれちゃうんですよ。え、な言い始めるんだ支援と募金って違うと思うんですよねって急に語り始めて強くね。で、ユタモン君は写真撮ったりリターンしてるんですよ。だからあれは支援なんですっていうことを言い始めるんですよ。えちょっと待ってあ。話全然違うんですよ。PayPay ペイペイの規約違反ってそこじゃないんですよ。 だからもう全然話が噛み合ってなくて、まあ、話進んでいくんですけどでその後急に思い出したかのようにあアカウント凍結されてませんよって言い始めるんですよね。 でねここら辺の話の途中が一番たどたどしいというか、ユタボンはあーうーんとかっていろいろ言ってたんですよね。あの多分電話越しで、あのお父さんが指示してんじゃないのかなっていうのが多くのコメントとか、まあ、元光も思ったんですけど、これこれさんもそう言ってました。それぐらいなんか不自然な喋りになったんですよ、急に。まあ、ここら辺で、ねあのー、ちょっとあの言い分間違えたら本当に大問題になるところなんで、お父さんが指示してたんじゃないのかなと思ってます。とりあえずあの小敷活動してた っていうのはあの間違いないというか、自分で認めてたということなんですよね。まあ、この会話だったり、他のところの会話を聞いてもですね。全く話噛み合わないんですよ。 うん、もっと人と会話できる力っていうのはいるんじゃないのかなって、元光は思いましたね、率直にね。で、あのー、それとは別で、またこのあと話が続いてですね、その時の様子をね、えー、ツイートしてくれてる人がいるんですけど、まあちょ、そっちを見ていきますね。これこれ、35人支援した人とのメールなどでのやり取りは残ってるんだよねっていうことで、さっきの証拠の話に戻るんですよね。うん、あのー、メールのやり取りとかあるでしょって。まあ、ありますよね、絶対。会う前に。で、言うたもん、え ちょっと聞こえづらいですって、急に逃げ始めるんですよ。電波が悪いとかって言って、これ、これ、そのやり取りは35人分残ってるんですかねって聞いたら、スマホ、ブルルンって言って、え、ゆたもん、電波が悪いですって、後で LINE を送り始めるんですよ。で、電話が切れちゃうんですよね。こんなん面白すぎるやろって。 マジで面白かったですね。元光もこれ見た時笑っちゃったんですけど、まあ一旦こっちらいいでさせていただきますね。あ、元光ね、ツイッターもやってるんで、もしよかったらフォローもしていただけると嬉しいんで、よろしくお願いします。ということでね、まあその時のどで話また続いてですね、次ね、戻ってきて、さっきの続きのお話があるんですよね。この35人分のやりとりって残ってるのっていう質問に対して、まあ家族会議というか、お父さんとまあ言い分すり合わせてきたのかわかんないけど、その後答えるんですよ。それが、まあとにかく公開できないんですって。 うん、あのネットでも言えないって普通はアイコンとか ID 隠したりすれば別にやり取りなんて何も特定できないから OK のはずなのにそれもダメなんですっていう話をしてるんですよねそんなこと言う人いるのかなちょっと元光はよくわかんないけどとにかく一切証拠は出せないですーって言うんですよねまあちょっと信じれない、えー、ちなみに一番支援 不登校の子に会うのが多かった件はどこですかということで、あの不登校に会ったってユタボン君が言ってるんで、今までで一番多かった件ってどこって聞くんですよね。まあ、うまい聞き方だなとはもともは思ったんですけど、それに対してね、ユタボン君なんて答えるかって言ったら、それも言えないですねって。はぁちょ,ちょっと待てよ。いろんなとこ行って不登校会ってきました。35人で会いました。で、えー、一番多かったとこどこですかって聞かれて、言えないですねになるらしいんですよ。 いや、それは関係ねえだろ。ど、えそれを言っちゃダメとかって言われてるわけ仮に、新潟の不登校の子たちが多かったですって言ったところで、別に誰もわかんないでしょ。もう、もう、言ってる意味がさっぱりわかんなくて、もう、こういうの聞くと、やっぱり、ゆうたくん会ってないんじゃないかなって思いますけどね。うん。まあ、こちんもね、いいねさせていただきますね。で、実際にその時の音声が、コんくん、なんで出てきたの 生放送にもうこんなのボロ出まくるに決まってんじゃん。まあ、なんで出てきたのっていうよりはゆたもんパパがなんでここにゆたもんくん出させたのっていう話ですよね。 で最終的にね、まあ、切れちゃった後にね、これこれさこういうこと言ってたんですよ、クラファンは支援しない方がいいんじゃないって、これこれさんのね、試験と、あと、この話はね、信じるかどうかあなた次第ですよっていう感じで笑いながら言ってたんですけど、まあ、これはね、あくまで話してるのはユタボンん中学生の男の子なんで、これこれさんも、まあ、そこまで攻撃的なことは言えないって、うん、けど、まあ、もう俺はこうクラファン支援しない方がいいんじゃないかって、<laughs> 信じるかどうかはあなた次第っていうことで、一、ま、人、ああ 一人,一人考えてね、えー、この動画見てもらえたらなみたいなことを言ってましたね。まあほっとそうなんですけど会話見てもらったらマジでわかります。これ何やばって。 まあ、結構、元光は面白かったんで、笑ってみちゃったの、えー、こちら、これこれさんも呆れてましたねって、ほっとそう。<laughs> 生放送がゆえに、化けの皮が剥がれに剥がれまくってましたね。あまりにみっともない。こんな少年腐った親子を反面教師にして、我が子を育てようということで、ね、もうこれは一つの反面教師だっていう風にに、ね、言われてますね。こちらもいいね、させていただきますね。とか、あと、ユタボンサイドということで、絵を描いてくれてる人がいるんですけど、えー、こんな感じでね、35 5人分会う前のやり取りも出せないんですか?」ってコレコレさんに聞かれたら「全員無理でした」って「ここねゆ <laughs> たぼんパパが実は裏でねこうやってカンペ出してんじゃねえのか?」って「電波悪いって言っときな」って <laughs> めっちゃおもろいじゃんこれ <laughs>。 <laughs> いやでもね、ほんとね、ライブ配信見てもらったら分かるんですけど、マジでこんな感じの間がいっぱいあったんですよね。めっちゃ面白かったですよ。もう直接ユタボンパパ出てこいよーって、まとめちゃん思っちゃいましたけどね。こちらもいい例させていただきますね。とか、あと他には、これこれさがねえ、今度から不登校のことあったら、証拠みたいなのは残した方がユタボン君のためにもなりますよって、そうそう、だって批判されてるんであればね、不登校,との,不登校の子たちと全然会ってないじゃんって言われてる れれるんであばばその証拠が出せばいいだけだけからね、うん、うこれこれさんがアドバイスしたら、ユタボン君はね、煽るような言い方で、ああ、そうですね、無理だと思いますけどっていう,う言い方してるんです <laughs> 無理だと思いますけどって、いや、聞いてないんだから分かんないでしょ。 なんでそんな主観的なね、えー、わけのわからない自分の思いを言っちゃうの。で、このやりとりで35人は嘘だと確信したわーって。うん、本光もそういうふうに感じちゃいますよね。もうわけわかんないもん、ほんと。こちらもいいね、させていただきますね。とか、あと、こちらね。秘宝、ゆたぼん親子、リバーズエコー小川社長をアンチ呼びして逃げることをこれこれのライブで宣言っていうことで、直接言ってないんですよ。だから、直接伝えろーっていうことで、リバーズエコー小川社長と直接連絡 連絡とかポってないくせに、これこれさ、のライブの,の中でね、間接的に話すって、これ、8万円支援してくれた人にやることなのかなまあ確かにね、リバーゼコの小川社長も、あのー、その、説教してやるとかって言ってはいますけど、ちだからって、連絡しないはやばいでしょ。あまりにも社会性のない行動かなと思いますそれに関しては、もう、ガツ言うたもん、パパだからね。 うん、このクラファンの管理っていうのは、ユタボンパパがやってるはずだから、もう、だってお金のことだからね。どう考えてもおかしいっすよね。もう本当やばい親子だ、っていうことで、まあこういう話も上がってますね。まあこちらもいいね、させていただきますね。まあ、ということでね、リバーゼコの小川社長は、絶対に会いに行かないとか言うし、あまりにもひどすぎるライブ配信のお話でした。まあ正直なところ、本光はね、まあこれ聞く限り、ユタボンくん君マジで学校行った方がいいぞって思っちゃいました。まあある 悪口ではない悪口を言いたいわけじゃないですけどちゃんと会話ができてないんですよマジでなのでまあやっぱここら辺義務教育の大切さっていうのは本光は感じましたね是非ね学校行って、えー、本来の、あのー、成長っていうものをしてほしいですねはいということで今回のお話は以上です皆さんの意見もね是非お聞かせいただけたらなと思います本光のチャンネルでは時事ニュース系のことをお話していきますのでいいねと思ったら是非チャンネル登録もよろしくお願いします本日もご視聴ありがとうございました